とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、新しいアーティファクトを3つ入手しました。これだね。アップドラフトの書、そして地雷を設置しよう。もう一つ、エレメントのカバン。3つ入手して、めちゃくちゃ強いのよ。ダメージがアップドラフトの章12万。地雷を設置しよう。14万 ×3。で、エレメントのカバン。雷が出ると18万。とんでもないダメージだよね。で、しかも1体じゃなくって、まあ、エレメントは7体。で、これは3つの地雷を設置する。で、アップドラフトの章は6体巻き込むことができて、めちゃくちゃ強いのよ。でも、おかしなことがある。ちょっと、生きながら話すね。絶対おかしいのよ。それでは行くね。まず、アップドラフトの書。これはね、風を発生させて、最大6体までの敵を攻撃する。こんな感じ。12万ぐらいダメージあるんだけど、すごい強いよね。で、次、地雷。地雷も強くって、踏んだ敵が、14万のダメージを受けるっていうとんでもないやつです。3つ発生するからね。でもう一つ、エレメントのカバン。これはね、氷と炎と雷の属性があって、まあ、出るやつによってダメージが変わる。氷はダメージなし。炎だね。炎は今みたいな感じで持続ダメージでゴリゴリ削る。で、雷はもう一発だね。ドカーンって落ちて、最大7体の敵に18万のダメージ。すごくない？めちゃくちゃ強いよ。でもこれっておかしいことがあるの。まあ見てください。まずこれ12秒のクールダウンって書いてあるよね。うん。で、俺はバトルローブのクールダウン3を入れてるので、まあこれの 90% カットぐらいできてるので、これだったらば 2.5 秒ぐらいで発動することができます。このアップドラフトの書は発動するのよ。2.5 秒ぐらいで。でも、この地雷とエレメントのカバン、まあ、クールダウン8秒と10秒なのよ。この2つがおかしくって、クールダウンが適用されない。多分不具合だと思うんだけどね。この不具合は、もう早急に直していただきたい。この地雷とエレメントのカバン。この2つはね、絶対今後ね、活躍する場が来る。間違いなく来る。もうアポカリプスプラスの敵、多分これで攻略できていけるはずだもんね。それくらいのね、期待感のあるアーティファクトだから、もう本当にクールダウンが適用されるようにしてください。もうすぐやってください。ああ、これちょっと段差があるといかんな。もう本当にね、これ強い。むちゃくちゃ強い。アップドラフトはね、まあ、ちゃんとね、そのクールダウン適用されてるんだけども、発動まで若干長いのよ。発動するまで。ぐるぐるぐるってなってポーンってなるから、ちょっと時間かかるんだよね。それよりも発動までの時間のないこのエレメントのカバンと地雷、これのね、クールダウンの調整を本当にすぐしてほしい。むちゃくちゃ強いもん。はい、もうすぐやってくださいね。お願いします。ということで、今日はこれ新しいアーティファクト、地雷を設置しよう、そしてエレメントのカバン、クールダウンが適用されないっていう話でした。もうほんと強いんで、すぐにこの不具合直してください。お願いします。これ絶対ね、今後の救世主になるアーティファクト間違いなし。もう地雷連発しながらこう後ろにね下がっていきたいのよ。そうすると敵バシバシ食らいながらいけるでしょ。間間違いなくプラス20クリアできんのよ。簡単にできると思う。なのでお願いします。はい、ということでまたね出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。